こんんにちは皆さん今日は65歳を過ぎても働くことで得られる厚生年金やその他の社会保険についてお話しします将来のためにそして大切な家族のためにも是非最後までお付き合いくださいね「1厚生年金は70歳まで加入できる」まずは厚生年金についてですなんと 厚生年金は70歳まで加入することができるんですよつまり70歳まで働けばその分年金額が増えるというわけなんですこれ結構重要なポイントなんですよ多くの方が勘違いしているのは65歳を過ぎたら年金が自動的にもらえるだけで働く必要がないと思っていることですでも実際には 65歳を過ぎても働き続けることでもっと多くの年金を受け取ることができるんです。例えば70歳まで働けば年金受給額は最大で42%も増える可能性があります。具体的に言いますと60歳で定年を迎えた後も働くことで70歳までの10年間で年金受給額が増えるということです。 60歳から65歳までの間に受け取る給与から社会保険料が引かれそれが将来の年金額に反映されますそして65歳から70歳までの間も同じように働くことでさらに年金受給額が増えるのです例えば近所の佐藤さんの例を見てみましょう佐藤さんは60歳で定年を迎えた後もパートタイムで働き続けました その結果70歳になった時点で年金受給額がかなり増えたと喜んでいましたまた佐藤さんは健康保険のおかげで医療費の自己負担が減り雇用保険のおかげで失業した際にも安心して生活を続けることができました次に60歳以降働くことでどれだけ年金が増えるのかについて具体的に見ていきましょう2 60歳以降働くと年金はこれだけ増える60歳以降も働くことで年金受給額が大きく増えますこれは厚生年金の加入期間が長くなることで年金計算の基礎となる月々の給与が増えるからです具体的には60歳から65歳までの間に働き続けることで 毎月の給与から引かれる社会保険料が将来の年金額に反映されます。例えば60歳から65歳までの5年間働き続けた場合年金受給額は約10%増えます。そして65歳から70歳までの間も働き続けるとその増加率はさらに高くなります。これは 長く働けば働くほど得をする仕組みになっているからです。具体的な例を挙げると、60歳の時点で月額20万円の給与を受け取っていた場合、その後5年間働き続けることで、年金受給額が年間約24万円増えることになります。また、65歳以降も働き続けることで、さらに受給額が増えるため、 経済的な安定を確保することができます。例えば、山田さんのケースを見てみましょう。山田さんは60歳で定年退職した後もアルバイトを続けました。彼は自分のペースで働けるし、友達も増えて楽しいと言います。65歳から70歳までの間も働き続け、結果的に年金受給額が大幅に増えました。そのため。 老後の生活がとても充実したものになっていますまた60歳以降に働くことで得られる収入も重要です収入が増えることで生活の質を向上させることができ将来的な経済的不安を軽減することができますさらに雇用保険の高年齢雇用継続給付金を受け取ることができるため経済的なメリットも大きいです この給付金は一定の条件を満たすことで受け取ることができ退職後の収入の一部を補う役割を果たします次に65歳から70歳までの間に年金がどう増えるのかそしてその注意点についてお話しします365歳70歳まではもらえる年金が毎年増えるが注意点も。 65歳から70歳までの期間に年金受給額がどのように増えるのかそしてその注意点についてお話しします65歳から70歳までの期間年金受給額は毎年増えますこれは年金の繰り下げ受給を選択することで可能になります繰り下げ受給を選ぶことで年金受給開始年齢を最大70歳まで遅らせることができ そのの結果受給額が大きく増えるのです例えば65歳から年金を受け取るのと比べて70歳から受け取る場合受給額が最大で42%増える可能性があります。しかしこの増加にはいくつかの注意点があります。まず繰り下げ受給を選択するためには65歳以降も働くことが前提となります。 健康状態や働く意欲が大切ですまた繰り下げ受給を選択することで65歳から70歳までの間に受け取る年金が減るためその期間の生活費をどうするかを考える必要があります例えば貯金を使うか家族の支援を受けるなどの方法があります例えば田中さんのケースでは 65歳から年金を受け取らずに70歳まで働き続けましたその結果受給額が大幅に増え田中さんは老後の生活に余裕を持つことができましたしかしその間の生活費をどうするかについては家族と相談して慎重に計画を立てました最終的には貯金とパートタイムの収入で生活を支えましたさらに 税金の面でも注意が必要です。高額な年金を受け取ると、その分所得税や住民税が増えることがあります。事前に税務相談を行うことが推奨されます。特に他の収入がある場合は、総合的な税負担が大きくなる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。次に、 年金の繰り下げ受給についてさらに詳しく見ていきましょう。4年金の繰り下げ受給も選びやすい次に年金の繰り下げ受給についてお話ししますこの選択肢は多くの人にとって有利な選択肢です繰り下げ受給を選ぶことで年金受給開始年齢を最大70歳まで遅らせることができその結果 受給額が大きく増えるのです例えば65歳から年金を受け取る場合と比べて70歳から受け取る場合受給額が最大で42%増える可能性があります繰り下げ受給の利点は老後の生活をより安定させることができる点です。例えば健康状態が良好で長く働ける見込みがある場合 繰り下げ受給を選ぶことで将来の受給額を大きく増やすことができます一方で健康に不安がある場合や早く年金を受け取りたい場合は繰り下げ受給が最適な選択とは限りません例えば森さんの例を見てみましょう森さんは健康に自信があり70歳まで働くことを決めましたその結果受給額が大幅に増え 安心して老後を迎えることができましたしたかし森さんは事前に税務相談を行い増えた年金に対する税金対策もしっかりと準備しましたまた繰り下げ受給の選択には家族の状況も考慮すする必要があります例えば配偶者が働いている場合や子どもが独立している場合など 家族全体の収入状況を考えて判断することが大切です。家族のサポートを受けながら最適な選択をすることで安心して老後を迎えることができます。具体例を挙げると65歳で年金を受け取り始めるよりも70歳まで繰り下げることで年間の受給額が大きく増えるため老後の資金計画をより安定させることができます。また、 繰り下げ受給を選ぶことで健康保険や雇用保険の恩恵を受け続けることができるため医療費や生活費の負担を軽減することが可能ですさらに働くことには年金や経済的なメリットだけでなく健康寿命を伸ばし社会性を維持するという重要なメリットもあります65歳を過ぎて働き続けることには 年金や経済的なメリット以外にも健康寿命を伸ばすという大きなメリットがあります働くことによって体を動かし頭を使うことで健康を維持しやすくなります例えば毎日少しでも体を動かすことで筋力や体力の低下を防ぎ心身ともに健康でいられるのです例えば 鈴木さんは65歳をを過ぎててても趣味のガーデニングを生かして園芸店で働いています。鈴木さんは、毎日植物と触れ合うことで気持ちが前向きになり体も健康でいられると話していますこのように好きなことを仕事にすることで楽しく働きながら健康を維持することができますまた働くことは社会性を維持するためにも非常に重要です 仕事を通じて人と関わりコミュニケーションをとることで孤立を防ぎ社会とのつながりを保つことができます例えば友人や同僚と日常的に話をすることでストレスが軽減され精神的な健康が保たれます例えば井上さんは70歳を過ぎても地域のボランティア活動に参加しています井上さんは 毎日新しい人と出会いいろいろな話を聞くことで自分自身も成長できるし社会に貢献できることが嬉しいと言いますこのように働くことで社会とのつながりを持ち続けることができるのです次に今回のお話をまとめてみましょう。5. まとめ最後に、 65歳以降も働き続けるることとで得られるメリットをままめてみましょう厚生年金や健康保険雇用保険などさまざまな社会保険制度を活用し経済的に有利な状況を作り出すことができます特に年金受給額の増加や高年齢雇用継続給付金の受給など具体的なメリットが多くあります。 年金の繰り下げ受給を選ぶことも有利な選択肢の一つですまた働くことには健康寿命を伸ばし社会性を維持するという重要なメリットもあります体を動かし頭を使うことで健康を維持し仕事を通じて人と関わることで社会とのつながりを保つことができますしかしこれらの制度を最大限に活用するためには 事前の準備や計画が重要です健康状態や働く意欲税制面などを考慮し最適な選択を行うことでより充実した老後を迎えることができるでしょうまた各個人の状況に応じて最適な選択を行うためには専門家のアドバイスを受けることが推奨されます例えば税制や保険料の負担など 経済的な側面に関しては専門家の意見を参考にすることでより安心して老後を迎えることができます。また年金や社会保険に関する情報は複雑でしばしば変更されることがあるため最新の情報をもとに判断することが重要です。最終的には各個人のライフスタイルや健康状態に合わせた最適な選択を行うことで 老後の生活をより安心して送ることができるでしょう家族や専門家と相談しながらしっかりとした計画を立てることが充実した老後を迎えるための第一歩です終わりにいかがでしたでしょうか65歳を過ぎても働くことで得られる様々なメリットについてご理解いただけたかと思います長く働くことで将来的な年金額が増え 健康保険や雇用保険の恩恵も受けられます自分の生活と家族のためにしっかりと計画を立てて充実した老後を迎えてくださいねご質問や不明点があれば専門家に相談することをお勧めしますお読みいただきありがとうございましたこの内容が役に立ったと思われた方はぜひいいねとコメントをお願いします チャンネル登録もよろしくお願いしますこれからも皆さんのお役に立つ情報をお届けしますのでどうぞお楽しみに